はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。高橋貴子です。今日はですね、私の認定コンサルタントのメンバーのお一人で、川田若葉さんをね、お呼びして、若葉さんのね、魅力に迫るという 人として若葉はどんなんなんだっていうことでね、いろいろね、うちのメンバー、すごくね、個性豊かで面白いメンバーが集まっているので、まあ、その魅力をね、皆さんにお伝えできるといいかなと思いまして、あとは実際に、若葉さんがね、どんなふうにお教室をやってきて、今どんなふうにして活動しているのかっていうのを聞いていただくと、ご自身が未来どういうふうにね、頑張っていけばいいのかっていう指針が分かってみたりとか、あと、まあ一見ね、こんな感じですごくクールでスタイリッシュな方に見えますけれども、案外そうじゃないんだよねっていうところもあってね、そういう側面も合わせてお伝えしたいなというふうに思ってますので、今日はよろしくお願いいたします。はい、そしたらね、若葉さん、ご自身で自己紹介していただいていいですか？川田若葉です。ラトリエ・ドゥーブルベイという、ね、非常に発音しにくいお菓子教室をやっまだに読めない私。ます。はい、これはね、もう高子先生、永遠に突っ込まれ続けると思うんでまあ、すけそれど、もネタの一個だよね、きっとね。そうなんですよ、もはやね、何度言っても多分ちゃんと言ってはもらえないかもしれないっていう。なんかヌーボみたいとか言ってる。そうそうそう。ね、一応あれです。ラトリエ、ね、いわゆるアトリエですよね。で、W なんだけど、この W って言っとけばまだよかったと思うんですけれども、フランス菓子だから、ドゥーブルベイっていうんですよね。だから、それが言いづらい。言いづらい、言いづらい。そ言いの、づらい、言いづらい。例の方でしょ、多分。そうなんですよね。はい、わかりそう、まあ、とにかくですね、若葉先生って覚えていただく、ね、それで十分ですって感そのじ方です。がいい。その方がいい。もう、名前も素敵よね。若葉さんって名前は親御さんがつけたんですよね。まあ、単純に5月生まれってことなんで、そっかそっか。あ、5月だから若葉なんだ。なんか、そうなんです。珍しいですよね。なんかほら、園児だったりとかにほら、若紫とかああいうのも出てきたりとか、なんかお花の名前とか、セイツムハナの君とかああいうの出てき て、山吹そ君とか出てきて、お花の名前とかああいうの確かにね、揃うと綺麗う。な感じなんだけども、そうなんです。ここは5月からっていうことだったんで、今日。なので、結構ね、やっぱり若葉の方が覚えてもらいやすいので、結局、みんな若葉さんとか若葉先生とか言ってくださる。そうね、そうね、川田って名前もまあまああるもんね。そうなんですよね。ということで。ゃあ今後とも皆さん、若葉先生、若葉さんって、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。名前のツッコミ入りました。はい、若葉さんは教室業やって何年ぐらいになるんですか？まあ、2000年からっていうことにね、23年っていう素晴こらとになりしい、ますね。素晴らしい。めちゃめちゃベテランさんですね。23年、すごい感じですよ。長々やってます。長々やってます。教育業の種目的には、後ろにお菓子が載ってるんで、もちろんお菓子だっていうことは分かっているんですが、お菓子の料理の中でも、どんなお菓子を中心に教えてる教室っていうことで。そうですね。もともと行ってた学校もフランス菓子を教える学校だったっていうところと、私自身が食べるのもなんですけど、フランス菓子、お菓子の中でもフランス菓子が好きなので、それをね、メインとしてやってフランス菓子はフランスに行って学んでとかもやってたんですか？そうですね。日本でただただ食べ好き OL なんですけれども。で、なんかただ食べ好き&飲み好き OL っていう。いい感じです。好きですよ。で、そしたらね、だから実は私、お菓子じゃなくて、飲み好きだからワイン習いたいなとかっていうところから、フランスの料理学校でね、コルドンブルっていうところにワインのコースがあって、最初、実はそっちなんですよ。最初言ってたのそっちなんだ。それでね、OL 方々、まあ、夜、飲んで食べてってやってると、ガラス越しに隣のクラスでお菓子やってたね。で、あれ見てて、いや、楽しそうとかって思って、次はあっちのクラスみたいな感じで、そういう順番なんです。飲みと料理から始まったのね、もともとね。まあ、でも実際飲みですね。OK、飲みと。
おつまみか。そうですね。飲んで合う料理は出されるけど、多分その勉強はワインの方の内容を学ぶみたいなね、そういうね、コースだったんですね。気になったのが、隣を見てて、次あっち行こうと思った、なんで楽しそうと思ったのか聞きたいわ。そうですよね。もちろん飲みも好きだったけど、お菓子も料理も好きでした。で、それもあったので、飲み好き、食べ好き OL 時代に、フランス料理店に入り浸ってた時期があするんごい、リッチやね、リッチやね。ですよ。違うんですよ。おっさんが一人でやってあ、る、そっちニャ系。ンオペのちっちゃいとこで、なんか意気投合しちゃって、そのおっさんに、私ちょっと習いたいから、なんか教えてっていうふうにお願いしたら、週末ね、手伝いがてら教えてあげるよって言ってくもう。れて、それなんで、なんか月金は、ね、古い言葉だと、猛烈サラリーマン的な、猛烈サラリーマン。そうですね。で、なんですけど、土日はそのフランス料理店に行って、教えてもらいながら店手伝ってとかいうのやってて、そしたらやっぱワンオペだから、たまに無茶ぶりして、今日デザート作っといてとか、ああ、だんだんそんな感じになっていったんです。はあ、オペだから無茶ぶりで。なるほど。それでね、ちょっとその割には忙しい、ワンオペで忙しいから、そこまで基礎から教えてくれるわけじゃないので、私やっときたいなっていうのもあります。で、さすがにそのワンオペシェフは料理の根幹のところは私に無茶ぶりしないので、どっちかっていうとお菓子をね、無茶ぶりしがちだったんですよ。ああ、そういうことね。なるほど。無茶ぶりに耐えるためにもっていうのと、もともと好きっていうのもあったし、っていう感じですかね。ちなみに猛烈サラリーマンって何やってたんですか？そうですね。システム系のコンサルティング会社みたいなところにね、入ってましでた。も猛烈だったのね。そうなんです。多分あの時って法律的にですね、全然何？残業とかに関しての、今みたいなね、厳しいものがなかったから、頃ブラック当たり前だったからね、絶賛だったよね、多分。そうなんですよ。だからね、普通に定時に帰ろうとすると、みんなバッて見る、え みたいな。定時に帰るなんて人いたんだ、当時。だからそういう何かしらそんな用事があって、そんなことがあろうもんならそのノリだったし、なので、その私がワイン習いに行く時も、あ、そっか。そう、ご飯行ってきますって言って、それで抜け出して、戻るので、ね。ワインコース出て、で、小2時間で終わって、飲んで食べて、それで会社戻ってくるんですよ。だって飲んで9る。時からだから9時半ぐらいに戻ってでくる。きて。それでまたしれーっとか仕事してて、多分当時すごいお酒が強かったんや、で、絶対強いよ。だってしれーっとしてるんでしょ、だって。やばいよね。お酒臭とかしないの？してたかもしれないけこいつど、飲んで帰ってきてそる。れなりに。でも、わかんない。若い時めっちゃ早く分解してた可能性ありますよ確かね。に確かに。代謝はいい感じだもんね。そうそう。今は無理だと思うんだけど。なので、しれってやってて、っていうのが、月に2回とか、通ってた時代。月に1回だったっけな。そうやってね、しれっとやっていたという でそういう。も、猛烈だから、それなりにお給料もらってたしっていうのもあったんかな、そしたら。ねえ、残業あれだけしてればって感そじりでゃすいたよだね。きますよね、みたいな。そうなんですよ。だから、そのワイン教室から帰ってくるときはタクシーでした。リッチ、だっワッて、チ。もう、それ、そうしてでも行きたいっていう、あれ、仕事場が、そう、仕事場が赤坂で、で、その教室、そのワイン教室、コルドンブルー、当時は代官山にあったから、代官山から赤坂、そんなに多そっか、そこまで離れてないか。分、だったと思います。なるほどね。そっかそっか。飲み終わったらすぐ。それぐらい飲みが好きだったってことが今よく分かった。そしてお菓子はついでだったみたそうですね。次にお菓子やりましたらハマりましたけれども、いな。ね、そこがじゃあおじちゃんの無茶ぶりに応えようって思ってやり始めそうたっていうとこね。でで、お菓子やり始めましたが、20年ってことは結構な感じだったと思うんだけれども、紆余曲折的なものも含めてどうなんですか、お菓子って。自分そうですのお菓子と付き合いっね。て。本当にそのレストランのシェフの無茶ぶりから、
ではありましたけど、習い出したらやっぱり奥が深いんで、まあ、割とこう理論好きだったりこだわり好きだったりそうとね。ころから見ると、なんかお菓子って結構ね、そのもうどうしてみたいな世界がわすかごいる、わかる。成果理論が結構ね。はまりやすかったっわかている、うのはわかる、わかる、わかる。ね、あったと。で、のめり込んでいったのと同時に、やっぱ学生の時から私なんかバイトで家庭教師やりまくってて、なんかね、教え好きなんですよ、もともと。なんとなく。そもそも教え好きなのね。何でもいいんですけど、教え好きだったんで。教え好きだったんだ。なるほど。いいじゃないですか。趣味と実益兼ねててね。で、なんか、多分あれ、お菓子を教えるの面白いかもって、ね、だんだんこう考えるようになって。で、一方で、会社の方では、まあ、当時ですからね、偉くなっている女性いなかったんですよ。おなんか、しうおうおう。んどすぎて、みんな辞めていくんですね、女そうね、性。そういう猛烈な状況だとやめていきますよね、皆さんね。当時ね。で、私、多分今、だから同期全然残ってなくて、女性は。っていうような会社だったんで、なんとなく将来が見えなくて、その時。そういうのよりも自分でなんかできた方がいいのかなっていう、そういう感覚もあって、あ、これお菓子教えるの楽しそうだな、なんか長くできそうだし、とかっなるほど。ていう、そういう感じですね。で、それがまあお菓子教室を始めたきっかけですよね。なので、ちょっとそこの代官山でやってたんだけど、フランスの学校だったから、まあ、しばらく1期目終わってから、あ、これはちょっと本番に行ったらもっと面白いのかなと思って、せっかくだったら極めなら本番行って本校の方に行っちゃおうかなとか、はね、そっか、それもね、行きやすかったかもしれないね。本校が一応フランスだったからね、コードそうもでね。す、そうです。だから多分そのタイミングあたりでもう会社も辞めたんで、まあ、多分ちょうどその時には退職金があったか入ったら。ぞって言って行くぞと。そうです、じゃあもうそれ使っていってまえみたいな感じです。で、行って戻ってきて。そうですね。行って戻ってきた頃に、まあ結婚が決まってたんですよ、で、そのそんなさ、なんか他人事みたいに言わないでよ。行って戻ってきたら結婚が決まってたってお見合いかみたいな、政略結そう婚ですよね。そう聞みこたいえな感じなの。ますよね。聞こえた、聞ここのえた。辺の中で適当に今端折っちゃいました はしょけど。りましたけど。猛烈サラリーマン時代の1個下の、ねまあ、え、一応1個下だけど、一応部下 だった素敵な旦那さんなんですよ、皆さん、こんなふうにおっしゃってこのます。間先生にもね、会っていただいそうて。そうそう、お部屋、新しいスタジオを貸していただいて、うちのメンバーをなんか迎えに行ってもらって、足と貸して、なんかね、いたやっで、しぱかもり。それ自発的に言ってくれたって聞いて、そうなんです。なんか神私が。とか思って、神とか思いましたよ。いや、多分だからやっぱりその時から先輩後輩の関係値がそのまま変わらぬまま結婚生活に入っちゃったんですよね。だから、あ、よろしければ僕が行きましょうかみたい素な晴感らじしい、で 素晴らしい。言ってもらっちゃったんです。部下的な旦那が欲しい。いや、でも絶対なんか高子先生もそうなってるんじゃないかと勝手に予想してて。勝手に、私頼むの下手だから。なんあ、でか。も、なんかそうか、高子先生なんか全部自分でできちゃうから頼むような場面がないのかもしそうそう、頼むの、たの字を言ってる間に終わっちゃってるみたいな感れない。あ、確かに。あ、じだからさ、なんか、そっちですね。隙頑張りたいみたいな感じで、そうだからあ、なんか、そうですよ当たってね。ますそみれたいは、な感じで、なるほど、想像で頼み下手なのと、爆速でできちゃうのと、両方で、なかなきか、ますね。合い両の手を方。入れる暇が ない感じなんですけど、まあ、いい旦那さんがね、いらっしゃって、まあ、決まってましたと、はい、ほんで。そうですね。なので、なんで決まった？あ、そうですね。だから、え、どこまで行ったっけ？まあ、結婚は決まってはいたんだけれども、で、一応結婚式とかは決まってたんだけど、とりあえず結婚前に行ってきますって言って、一回行って、で、まあ、まあ、中級とかね、上級とかいろいろ分かれてるんですけど、中級だけ取って戻ってきました。それで日本で、まあ、せっかくだから教え始めたっていうことで、2年ぐらい教えましたね。その後に上級をまだ取ってなかったのおっで、と、もう一回戻るっていうふうに、なんと。戻るって決めてたんですね。で、その頃夫の方がなんか仕事変えるとか言って、突然、学校行き出しちゃって、2人で無収入の状態で、私はギリギリの感じで、
パリにもう一回行きました。無一収入回だかけて。ったの。なかなかやる破天荒だよね。そうですね。なかなまあ、かやっちゃえって感じでやっちゃいましたやっちゃいね。ましたね。いいんじゃないですか。うん。はい。なんで、まあ、2回に分けて行って帰ってきたっていうところですかね。うん。それでもう、だから1回目行った後にもうすでに教え始めてはいうましん、教え好きだしね。うん。た。そうなんですよ。早く教えたいっていそうのうがあっね、て。教え好きだったからね。はい。そうそうそう。うん。なんで、まあ、でも最初はやっぱり家も小さかったし、公民館みたいなところで、子ああ、供た最ち初はと、ね。うんうん。コルドン一緒に出た友達と2人で教えたりとかして、だから公民館みたいなところってそもそも、なんていうのかな、お金儲けでやってはいけないの基本で、そういう雰囲気ありますよね、コンビニ。ね、3500円とか、そんな感じでしたね。まあ、それでも高い方じゃないですか。私、1000円とか500円とかもよく見ますよ、公民館のチラシとかだああ、そうか。と。うん。ね、でもなんかちょっとほら、フランス菓子でなんかチョコレートとか使って、多分1000円だわとかりま多分す。いや、無理なんだけ3000円もあっど、あたかもしれはだれから、ない。そんなフランス菓子のとかオフランスのじゃなくて、いわゆる単なるお菓子ですよ、普通にそういうとこでは。今はもうちょっと高いんでしょうけどね。うん。公民館のチラシっていうとそういう印象があります。はい。そんな感じでやってましたね、公民館。でも公民館だけだと、まあ、月に借りれて1回か2回なんで、それ以外の時はもう 2DK ぐらいの感じかな、割と狭いところで、もう人をもう4人でキチキチみたいなところで教えてました。多分その当時の人もまだちょっと何人かお付き合いあるかなっていう感じですけど。なるほど。で、そしてそれをやって、その後どうなってるんですか？いや、結構、もう私の場合、呆れるほど、ずっと同じ状態で教え始めたら、楽しいから教えてるっていうだけが何年も続いちゃったんですよね、しばらく。ただ、集客っていう観点で言うと、その公民館の時は、多分友達が友達を連れてきてくれてとかでね。なるほど。うん、そうなりますよね。やっぱりホームページ作った方がいいかなっていうところにもなって、で、それこそさっきも言ったような感じで、まあ、インターネット系な会社だったん確かで、そこは有利ですよね。うん、そうそこですが有利ね、だったホと思う。ームページを作るっていうところを、なんとなく自分でやっちゃおうかなっていうところで、できちゃったところは好きだったって思います。IT 系の、ね、旦那さんが手伝ってくれたりとかしたの？作るのに。仕事は私の方ができたから、全然的なところ。すごい今、めっちゃドヤ顔した、今。今、すっごいドヤ顔した。ですよ。私なんかだってもう一応先輩だったから。私の方ができたからってめっちゃドヤ顔した今。あれです。ただのパソコン作業っていう意味では、多分その会社にずっといたらコンサル的な話とか営業になってたら、多分夫の方が得意かもしれないです。ああ、そっかそっかそっか。そうだいうけど、風多な。分最初のね、若い頃って実際に降ってくる仕事をやるんだとすると、多分私の方が早かったかなっていう。確かに、そうです。まあ、うちなんかは両方とも東急観光で同期だったから、彼が経理で、私はまあカウンターセールス、まあ、営業の方だったから、いつも職種が違うからね。うん、で、東急観光レベルだと、なんていうの、こう同期だと、一等級、なんとか級って大体こう同時に上がっていくから、そんなにお給料の差は出なかったけど、やっぱ営業職として私が転職し始めると、私の方がやっぱり上がっていっちゃったりとか、営業の方がお金はね、上がりますからね。特そにうです途中から年俸制の会社とかも入っちゃったりしたもんだから、うん、それはありますよね、事務系なのか、なんとかっていうのは。まあ、でも、職種が違うから、そのあたりは全然気にもしていなかったけれどもね。だから多分私もコンサル的な会社にいたけれども、別にそのまだ5年ぐらいで辞めてますが、その時ってそんなに大きな仕事を取ってくる営業の身じゃなくて、上から降ってくる仕事をやってる調査とか、そっちの方が多かったから。それでも技術がね、あったっていうのはすごいいいかなと思いますけどね。そうですね。初代のね、ホームページっがていうでのは、だきたっからていう。結構前に作って、
なんか私、昨日とかも初代ホームページをインスタライブで皆さんにして、こんなんだったんですよとちか、ゃんとそれあるんだ、データが。すごくデーすタごでい。残ってたんで、ちょっとお見せして、こんな、昔はこんなんでしたよ、スマホとか意識した作りじゃなかったしとかっそうだよて。ね。うん、確かに確かに。へえ。で、そこからスタートして。そうです。20だ年からやっぱを、どういう区切りで見ると、歴史の変遷を自分で感じるの？ 20 年で5555なのか、10333とかなのかとか。ああ、なるほど。そうですね。そう雰囲すると気。2000年に始めたとして、ホームページはまあ2000、もうすぐにできてたから、そうですね。で、結構私がだから良くないというか楽しいっていうところで、だらだら、変遷も何もなくやっていて、気づいたら10年経っちゃってたっていう感じありなまるほす。どね。最初の10年。なるほど。まあでもね、だらだらでもやっぱ好きこそものの上手なれっていう言葉があるくらいだから、やっぱ好きだから続けられるでしょ。だって、まあその間、あとはあれか、集客もまあまあできてたから当然続けられるんだよね、そしたら。まあそうですよね。だからやっぱりホームページが当時はまだそんなに珍数がしなかかっったたっからていね。うところで、それは随分と助かってたんだと思います。新規のね、お問い合わせをですよちゃんね。とそですれよなりにいただけるというところだったのかなと思いますね。やっね。ぱり時代のまだちょっと先行ってるんですよね。若葉先生も、京子先生も、持ってた人々だから。私もホームページ最初から持ってた人だったから、持ってたっていうか、大事って分かってたから、売れるホームページを最初から作ってるんだけどね。私と。そうですよマーね。ケティングちゃんとやって。なんか私なんてマーケティングじゃない、ただ作ればなんとかなるって思ってた時代だったんで、集そ客うのです増加をね。したいって言って教室業入ってる人だからさ、そもそそうも。ですよね。スタートがそうそう。ね。だから、そこはあるけど、まあ、だからってね、まあ、ね、今見てる人、いや、ホームページだっていうのはちょっとまず短絡的で、いや、必要なんだけど、必要皆さんそうです。だけど、ちゃんと分かって作らないとゴミだから。ちゃんと分かって作らないとゴミだから。何度も言うよ。そうなんです。私も言われてますから。ちゃんと分かって、ちゃんと売れるように作らないとゴミだから。なんでね、集客できないんですって言われても、ですよねっていう感じになっちゃうからね。ここはちょっとポイントなんだよね。なんそうなんです。だから私もね、見せながら、私も作ったから皆さんも作ればいいよっていうメッセージじゃないんですよ。昔はこうでしたけどみたいけなどってい話う。にしてますけどね。なんですなね。ので10年ぐらい、なんかそのノリでずらずらと言っちゃったんだと思うんですけれども、2008年ぐらいから写真が大事なんだって気すづきごまいした。早いじゃないですか。ちゃんと気づいてる、ちゃんと気づいてる。なんかブログがあって写真がないと、ホームページはまあ作ったら正直そのまんまだったりするんで、新しいレッスンを毎回紹介するときはブログ必要よねって思って、写真教室に2008年からちゃんと言ってるんですね。まあ当時は、でもデジタルにはなってたね、一眼レフとか頑張って買って習うみたいな、なんか EOS 学園とかそういうの行ったイオスり学園ね、イオスなのね。ね。写真がある子ってことはブログを書くっていうふうに書きやすくなったので、写真撮ってブログ載せて教室の案内出してみたいなところですよね。だから今みたくマーケティング視点があるわけではなく、多分一旦写真昔より綺麗に撮れてて、こういうの作りますの説明が載っていればよかろうって思っていた時代だ。っていう感じで過ごして、まあ、10年があって写真習い始めました。で、全部順調にうまくいってるんですか？ずっと。いや、順調というほど、逆に言うとそこまでバカ売れしてるわけじゃなくて、自分が適当に楽しいみたいなレベルで。ずっとやっていると、で、好きな時に旅行に行ってしまえとか、もう前、なんていうのかな、それこそコースをやらないんですよ、私、特そっに。かそっかそっだか。から、単発でやって、突然来月はやりませんみたいな感じのところもあったんで。まあ、それはそれで悪くはないけどね。単発で、やって、好きな時に募集して、好きな時にドドンといなくなってとかね。
そうです。だから昨日もそのインスタライブやってて、そのそうですね、2000、あ、まあ、昨日は2013年ぐらいまでの話まで行っちゃったんですけど、6500円ぐらいでしたね、1レース。それで1クラスで、まあ、4人いて、だから1レッスンの売り上げ2万6000円だとして、で、それが10日やる月もあれば、クリスマスの時だと、いっぱい20日やるみたいな場合になったりっていう、その辺のところを、まあ、こう動いていたのかなっていうのがずっと続いてましたよね。で、2013年ぐらいかな。あ、インスタってやってるんだ、最近みたいな。そしたら今度はインスタからの問い合わせが増えて、ブログからがちょっと低迷ってほどじゃないけども、入り口が変わってきたなっていう。確かに確かに、その時期そういう時期でしたね。そうです。それでインスタも頑張ろうとかって思うんだけど、頑張るっていう、私の頑張るなんて、当時では月に4回、週1とか週1以下ぐらいで、素敵な写真をポンと出しておけばいいって思っそてれた。は頑張るな感じだったのね。そうです。すごい。4つも出しちゃった、今月。今月。 まあそれでも人来るんでしょう、だってそれで。でも当時はそうだった。だか当ら、然わかりますよ。で、多分ブログとかも、そういう、なんでしょうね、単なる案内と、たまに旅行行くと、旅行でこういうもの食べました的なやつだったりとか、そういう感じでしたよね、当時は。で、だんだんそうだな、動画とか、やった方がいいんじゃないかなって薄々感じ始めたのが2017、16、17あたりでしたかね。なんですけど、持ち前の、時代の新しいものちゃんと取り入れてってるよね。ちゃんと取り入れてってる。そうですね、テクノロジーとかの推移が好き。好きなんだ。それを追うのは別に、だけど、当時は、戦略がない。単に、へえ、今そうなんだ でっていも、う。追ってるだけ偉い。追ってるだけ偉い。戦略なくても、追ってればスキルはとりあえず身につくじゃないですか。あとでスキルの加工の組み合わせ頑張ればいいだけだから、追ってるだけ偉いです。まあね、やんなけりゃね、でもまあ、今思うと、ただ飛びつくみたいなタイプで。で、動画と思うんだけど、で、ちょっと裏でちょっと勉強してみようかなと思うんだけど、多分その単発でやってるから自転車操業なので、確かに確かまに。とまったお勉強をする時間が取れないんですよ。確かにね。そうだ単純に来月何にしようそうだ。ずっとって、追っかかけらて。試作して案内出して、そしたら結構案内でね、あ、この日やっぱりキャンセルですとか、なんとかっていう細かいの全部ライ、あのね、メールで一個一個やり取りして、すごいメールのやり取りだけで時間かかったりっていうことをやって、たら、あ、それで終わっちゃうみたいな。なので、何かその辺からまずいって思ってました、多分2016、7年ぐらいなるほど。から。まずいまずい、このままのペースのやり方で、で、多分年齢もこう重ねてきて、体力落ちたか体力も。は落ちてきますね。そうすると、まあ、昨日見てたけれども、2013年あたりまで1ヶ月に6種類ぐらいのお菓子とか教えてた月もあったりしたんですね。それ結構きついなっていうふうになってくるわけですよね。で、あとはまあ一生このペースかなっていう不安と、あとは父がすごく具合悪くなったし、介護的なものも入ってきてっていう、自分のなんか生活の周りが変わってきた。変わっていく。そしたらもう2018年ぐらいからかな、もう父の病状が深刻になったので、自分自身が教室の規模を縮小せざるを得なくなったんですよ。教室の開催数だから、当然単発でやってるってことは、こう新作で試作とかやってっていうことの時間が取れなければ出せるお菓子の数が減るから、もろに売り上げ減ります。響く響く。響く、もう
ていう、なんかそのちょっとイレギュラーなことが起きちゃうと、もうすぐにガクって落ちるんだなってこともそこで分かりましたよね。って言ってるうちに2020年でコロナ、コロナが来ましたね。ところの打撃がね、これ迎えるわけです。ドドンとドドンとドドンと、そこ でそう、ちょうどコロナ迎えたら父も亡くなったんです。あ、そして介護生活が終わったんです。うーん、そうだったんですね、うん、ちょうどね、はい、ってなったので、あ、介護なくなった、でも、ね、介護なくなったと思ったら教室もなくなった教室もなくなった、おーみおいって突然暇みたいなところになって、あ、いよいよ動画前からやりたかったからここで動画勉強するのかなって思ったんですよ。なるほど、うん、でまた飛びついちゃうんですよね、なんかね、マイクとか買って、いや、マイクから買うかって今思うんですけど、そうね、そうね、そうね、うん、ちょっとどういうライトがいるんだろうとか、いろんな YouTube 見て、いや、LED ライト買ってみたり、うん、基本マニアックだよね、若葉さんね。ね、ちょっとやっぱオタク気質は、オタク気質は本当にあるんですよね。オタク気質あると思うわ。あの、そうね。その後ね、面談で会うんだけど、その時に、いや、道具この人持ってんなって私ヒアリングして思ったし、やってんなとか思いましたもん、あの時話やってん、やってんなって言って、いや、はい、動画の技術自体は、まあ、できてるからいいけど、マーケティングはなんか全然できてないなと思って、そうなん、うん、そう思いましたね、その時の出会いでヒアリングした時に。だから道具すごかったですよ、あの面談時点で、はい、あの時点のあの時代でそんだけ道具ちゃんと揃えてる教室の先生と私そんなに喋ったことなかったもん、うん、やばい、やばいぐらいちゃんと揃ってました。はい、だけども多分これやって何なのとかでね、やっぱどっかで自分で思っているから、だからこそそういうの道具を買い漁ったり調べるとき YouTube をよく見るよ、うんうん、多分その頃ってそれこそテレビから YouTube に私も変換するんですよ。あんまりテレビ見なくて、そうそうなんです、 YouTube ばっかり見る。だから高子先生も YouTube で発見するんです。あ、そうそう、やっとそこで私とね、YouTube そうなんですよ、意外と長かった、いっぱい随分長かった、巻き絵してるからね、私メサをいっぱい巻いて、うん、やっと見つけられたんだ、そこで YouTube。 そうなんですよ、私ちょっともうちょっとね早ければと思うんですけど2020年の多分そう LED ライトがとか言ってる時に高橋貴子も発見しなんだこの人はみたいなね、たまたま YouTube、 いやでもやっぱ集客って言葉入れてたんだろうか、どうやって探せたんだろうね私を。そうですね、あのもうねちょっとどっかっていうこれ一つっていうのが覚えてなくて、一つ見たらもうだーって見ちゃったんでその日のうちに、うん、だーっとね繋がってるよ、だーっとあるからだーっておおおってなんかちょっとどっかであれやばいってこう気になっていることを一個一個言われてしまうっていう、痛いそういうやつですね。痛いけどやめられないあれだよね、なんか見ちゃいけないものを見てますみたいな、なんかちょっと痛いだけじゃなくてちょっとこそばゆい気持ちよさみたいな、なんかこう痛い、ね、ってやりながらずっとこうなんかイヤホンしてなんか電車とかいろんなとこ移動しながら聞いてってやってたのすごい覚えてそうね、あれそうね、痛い人の話が多いからね結構ね。でも実話だからさ、基本全部私そうですよ、ね、だいたい実話だからさ、うん、そうなんですよ、で多分だからそういうのいろいろちょいちょい当てはまるから、うん、そうだと思いますね、当てはまるから全般的にあごめんなさいそれですみたいな、私ですすいませんみたいなねそうなんですよ、なんであの、まあ、カメラとかね、あのライトばっかり買ってる場合じゃないということで、あの無料面談をね申し込みさせていただいたと。そこから、うん、まあ、オンラインのね構築講座でウェブの方の、まあ、集客と両方学び、やっぱマニアックだから、うん、すごいなんかそういう意味での吸収も早かったんだけど、頭では分かってるけど動かないなっていう印象はありましたね、うん、本当です、遅い本当ですね、そんなね力強く学んできて遅いとかなんでこんなに理解してる風なのにこの人動かないんだろうとか思って
理解してる風なんだよ。絶対に頭賢いんだよ、この人。動かないなとか思って。だからといってね、めちゃめちゃ言い訳するわけでもないんで、その点は潔しくって、言い訳になるのは分かってるので言いませんみたいな雰囲気で言うけど、できてないじゃんとかいう感じなんだけどさ。あの1年間ぐらいはなんか面白かったね。あれはね、でも多分それはやっぱりその YouTube でもう高語録入ってるから、言い訳とか言う空気じゃないのはすごく分かってかるんんでなすい。よ。言い私の訳問言うのは題。おかしいって、もう言い訳とか言える時間なんてないでしょっていうのも事実として頭には入っている入っってる。いうのと、体が動くっていうのが全然別なことになっちゃって。ここはどうなの？それ、そのあたりのさ、苦しむ人とかもいるからヒントにしたいんだろうから、頭で分かってるのに体が動けない理由って何なん？やっぱり認めたくないけど、そこの臆病だったりとか、そういうことだと思うんです。やっ自ぱり分の、人間だから失敗したくないし、そっちね、失敗したらどうしようとか思うし、失敗して落ち込む私嫌だしとか、そういうのが、その時は気にしてないって自分では思ってるけど、他に理由を思いつかないから、やっぱりそういうことだと思うんですよ。なるほど。で、だから先生がでもいつも、失敗した、だから何っていそうう。そうそう、そう、なんか鼻血じゃない、だから何っていう感じ。だから何も持ってないとこからスタートしてる雑草は強いですよ。だって所詮それ以上下になりようがなくて、やればやっただけ全部成果になって跳ね返ってくるから、やっぱもともと持ってるものにしがみつきながら生きてる人はそこら辺しんどいだろうねって思うから、チャレンジを妨げるのはそのあたりなんじゃないのかなって、思ったりしますね。だからやっぱり、だから何って言われるために、本当にだから何だわって思そう、う。そう、そういうところね、若葉さん素直だったなっていう印象はあります。だから何って言って、いや、私結構先生とのセッションで、その通りですとか言っても、なんかこんな感じで、いつもこの、なんかちょっとだんだんなんか笑けてな、なんか半分そうで、慣れてるわけじゃないんだけど、面白おかしくて、なんかちょっとこう涙にじめながら、その通そうね、りです。その通りとか言ってゲラゲラ笑ってる時とかあるよね。このパターンがね、いつ多いもよこうやってなんか笑ってるようなイね。メージ笑ってる笑ってる。もうまさにおっしゃる通りですって。別に私論破したいわけじゃなくてさ、単になんでだろうって普通に私の感覚からするとおかしいんじゃねって思うことを普通に言ってるだけで、ご本人もその通りっていうふうになるから、ここやっぱり気づくか気づかないか結構大きいよね。そうなんです。だからその通りっていうのを言って、すぐ翌日から変われるわけじゃなかったんです、変わ実り際はます。ね。だけどやっぱりその通りですって言って、一回一回結構受け止めて認めるっていう作業の繰り返しはしてき繰り返てしまです。したね。そう思います。繰り返しながら、いや、だから本当に大したことじゃないんで、死にはしないんで失そうそう、敗し死にはたしない。大体そこ基準だから。大体そこ基準で、確かに本当に何にも恵まれて生きてるよね、私。何が問題なのって言って、いや、何にも問題じゃないよね。恐ろしいほど何も問題ないよねっていう。で、悩みがどこにあるのって、いや、何にもないよね、私って思えちゃうわけですよね。だんだん変わっていったということですよね。だから、むしろ恥ずかしい。今もね、私がじゃあ100%自分がありたい形に変われてるかっていうと、絶対まだ行ってなくって、だけど行ってないから分かってるから、もうただね、もうそっちのベクトルに動いてるっていう気持ちなんですよ、分かる。今。だから、将来の自分にすごく期待してる。全然、いい道に行ってると思いますよ。今はね、コンサルとしての相談を受けて、ね、こういうことをどう思いますかって言って、こうなんじゃないって言って、その通りっていうのはあるけど、自分自身っていうよりは、その案件に対してその通りな感じになってきてるからね。そうですね。ここは成私長のしてる感じ、なっていう。そうだそうだ、それもあります。だからこの先生と私のこの関係値としてのコンサル先生と、お教師の先生っていうだけじゃなくって、いや、コンサルもやろうって、そのなんかね、まだまだとか思ってるのに、コンサルも手出しちゃうんですよ。カメラ手出しちゃうのと同じみたいわかる。ようやるなとかって思って、私でもアグレッシブな人は好きだから OK みたいな感じで。いや、手を出しちゃうと、自分とか自分以上に動けない人とか見えたりすると、そうだね。
直す方向がより自分で言われたことももう一回言うじゃないですか。先生に言われたこと、同じこと言ってるんで、そうするともう一回自分の腹に落ちていくみたいな。そ教えのサイクルがに。ぐる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 こう循環してるような感じ。自分が成長するんだよね、教えることに。そうです。だから本当にありがたいことで、本当にコンサル生さんたちのおかげで成長成もさ長せしててもらる。っていると。そうですよ。私だって皆さんから案件を受けるたんびに世の中の人に対する私の器のキャパシティが広くなっていくからね。そういう人もいるんだねみたいな。うん、だんだん多様性に対するこう受け入れられるキャパがどんどん広くなっていく。不思議な話をいっぱい聞くにつけてね。うん。そうそうそう、本当先生にどんな事例持っていっても、ああ、はいはいはいって、そんな人初めてっていうより、はいはい、そういう場合はねって、必ずなんか答えがこう用意されてて、うわ、どんだけキャパあるんだろうって思っもうてま自す。分の事例プラスみんなの事例がそう、ね、9倍そう速です。で案件が集中するからさ、変な人っていうタイプのね、みんなが思う変な人っていうあれだったとしても、なるほどみたいなね、切り口がね、皆さんそれぞれにいろいろあるから、それを聞くっていうのも人間修行なんで、まあ、コンサル業は飽きることなく続けられる人間修行の職業の一個だよねって思ったりしますね。そうですよね。うんね、うん。だからなんか突然ね、コンサルも始めちゃったっていう言葉だけで済ましちゃいましたけど、今。いいんです。その勢い、ノリと勢い。だって、ね、コンサルとして始めちゃいましたって言ったって、私受け入れなければ受け入れないもんね。ね、本当にそれ はそう、もう、だから、ね、いやい感や、謝感謝。だから若葉さんはもともと根が素直だったし、凝り性だし、生徒さんもきっとそういうタイプの生徒さんを育てていくんだろうなって思ったし、割とこうちょっとね、めんどくさいって言っちゃ言葉悪いんだけど、自分と似てるような、こう、ちょっと遅いとか、なんか、すごいこう、一生懸命なんだけどずれてるみたいな人とか、そういう人とかとね、一緒にやっていくのがいいタイプなんだろうなっていうふうに思ったりした。あ、そうですよね。先生にね、いつもね、私、生徒さんとドロドロズブズブでやってますとかいうことばっか。それ本当名言、私自分で言ってて名言だなとかって思いますよ。ズブズブの関係で頑張るんだとか言って、ドロドロズブズブみたいな感じ。ね、わかんないですけど、コンサルとして、それが本当に正しい姿かっていうと、そうじゃないのかも。コンでサね。ルももういろんなタイプの人がいていいと思っていてね、お客様の数も多様性があるから、だってうちのメンバー見てたって一人として同じタイプいないじゃん。本当そうですよね。びっくりうん、するぐらいで赤す羽よさんはね。ズブズブ。そう、私はね。赤羽さんはズブズブ。だけど案外なんか明るくって優しげなんだけど、案外バサッと切ってみたりとかする もう先生もいるじゃないですか。確かに。なんか見た目そんな風に見えないのに、なんか言ってることは案外切ってますねみたいな感じとか、笑顔にみんな騙されてるよとか思うんだけど、いや、いい人なんだよ、いい人なんだけど、やっぱそういうのも伝える力の一個だと思いますね、やっぱり。うん、伝わってないっていうだけでね、素晴らしいなと思うから。中野さんはだから本当に見た目ね、冒頭にも言ったけど、クールに見えるけれども、結構ポカっていうところもまあまああって、愛らしいっていう感じですよ。うん。結構抜けてたりはね、多々ありうますよん、ね、ちょっ若葉さんのと。抜け感はでも某誰かに比べ、コンサルメンバーの某誰かの天然の方に比べると全然可愛いけどね。そうそうそう、やっぱりボケ方も人それぞれで、ボケの種類も違うので、もう本当に見てるだけでね、愉快だよね。白い。そう、だから私は自分の領域で、まあ、いろんな、ね、そういう事例を手に入れることによって想定ないっていうレベルは広くはなっていくんだけど、そこから斜め上を行く人もいるから、またさらに宇宙の器になっていくって感じね。そうですね。本当にだからコンサルメンバー、本当に宇宙っぽい人もいるから、ね、回答が宇宙っぽい。で、そうするとね、すごい幅広がりますよね。でも、それでうまくいくっていう手もあるんだっていうふうあ、に思そうそうそう、だから正解なんって、てないよねっていう個性を生かしてやってくれればよくて、でそれはもちろんその、うん、業界領域でももちろんそうなんだけど、人間領域でももちろんそうで、ということはやっぱり生徒さんへの成功のさせ方も
人によって違うよねっていう感じだよね。あ、そうですよね。本当に、そういえばだから、私なんでコンサルになったかっていうことを言い忘れちゃいますけど、そういえば、本当に結構大きなお世話っていう、お世話好きなところはあるので、なんとなく、聞かれると答えたいんですけど、答えられないような質問が来るようになっちゃったってこなっとちゃっは、たからね、なっちゃったからね。それがお菓子の理論の話だったら答えられてたんだけど、結構ね、ちょっとやっぱ集客できないんですけど、どうしようみたいな話が増えてきたっていうのはあるんですよね。で、お世話漬けだから答えてあげたいっていうことだったっていうこそと。うなんですよね。だからまあ、それがね、本当、田川先生と、あとこのね、豊富な事例を持ってきてくれる仲間たちのおかげで、結構やっぱいろいろ聞かれたときに、答える、その、なんていうの、私の、その、答えの種類が増えて、増そえれる。ちょっがありがたいです、と、そうだ本当ね、に。ちょっと応用とかでもいけちゃうね。1個の答えを、考え方の方向が定まれば、それをちょっと応用すれば、いろんな事例にね、応用できるからね。そうなんですよ。そうなん。あと、それを応用だと気づくか気づかないかっていうのはね、そうなんだ。人によるっていうのも あったけどね、この間ね。これ先月答えてるやん私とかって思いながら、もありましたね、そうれ。似てる事例を似てるというふうにつなぐ回路がないと、似てるように見えないとちょっとね、事例が減っちゃうからね、同じ事例あ、そうですよね。もったいないですよ。これとこれ関係ないと思ってたってなるけど。似てる事例は似てるちょっとね、事見方変えれば同じじゃない根底はみたいな話が結構あって、例いますそう。ね。はい、そういうね、だからもう楽し本当く。に事例ばっかりですよね、話してるね。なんか、い結や、面局。白いですよ、事例が豊富に。もう事件は現場で起こってますみたいなね、感じですからね。そうです。楽しく学ばせていただいてます。ありがとうございます。なんとかコンサルになるところまで行けました。まあ、コンサルになってからのね、話はまたね、あれですけど、こういそううです佐ね。久間さんの人柄をね、知ってほしかったんで、今日はね、いろいろなんか旦那さんのお話も出てたりとか、OL 時代のどんだくれ人生とか、なんだか急に思いついちゃったら、もうインスタやるの、動画やるの、コンサルやるのって、ポンポンポンって来ているこの若葉さんのお人柄っていうのがね、伝わったんじゃなかろうかと思います。で、そんな若葉さんが今、ね、力を入れてやっているのが、こちらのね、ウェブ集客アカデミーという形になりまして、よいしょ。こちらですね。こちら、若葉さん、うちのね、メンバーは皆さん、私のね、講座を使いながらご自身の個性を生かしてやっていいですよっていう認定のメンバーにはお伝えしているので、やれてるんですけど、若葉さんの中で特に特徴、自分の中の特徴はどれなんですか？そうですね。先生の、作ってくださってるこのベースがあるわけですよね、集客。で、そこに、まあ、そのベースを学んだ上で、オンラインとか、動画の販売なんかをしたい人のための講座も、作って、それもこう特典のような感じでね、お得に受けていただくような感じにセットでご用意してますね。今までのね、話聞いて分かるように、若葉さんは動画とかもすごい得意、ほら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 、こんなのとかね、こんなのとか持ってるんだよ、すごくないですか？ すごくないですか？こんなもん。で、集客の方は私の方のテキストも使いながら、ご自身の体験をベースにお伝えしてるし、プラスアルファお得意な領域、その動画のね、領域とか、美しいですよね、若葉さんが作ってる制作物ね。結構美しいね、そういったところもね、習いたい方には非常にいいんじゃないのかなというふうに思いますね。こちらもペライチ頑張って作っていただきました。ということで、こちらの講座、なんか上に期間限定特典とかありますけれども、なんこれ。かちょっとそうですね、今7月からまた新たな募集になりますので、すいません、そこ、ここは違うのね。了解です。まあ、取り急ぎでも、この講座のこれいいかもっていうふうに思ったら、一旦無料面談的なものは受け付けてはいるそうんですね、これはもう随時お申し込みいただければ、ですか？わかりました。面談は、受け付けてます。こちらの方はね、今、開講もうスタートしちゃってるんで、そうこでれす以ね。降の、ものとか、いつありますかとか、私、入講資格どうですかみたいな、そんな話を聞くのにもね、ぜひご活用いただければと思います。よいしょ。はい。
はい、ということで、はい、よいしょ、1時間近くお話をしてまいりました。はい、若葉さん、最後にね、今からお教室やりたい人、まあ、リニューアル、リブランディングの人、まあ、いろいろいると思うんですけど、その人に、まあ、励ましのエールの言葉を一つなんかもらっていいですか？ですね、これからの、これから特に始めたい方っていうのは、私がね、さっき言ったように、意外と、もっとホームページ作っちゃったとか、ね、インスタ始めちゃったっていう、ただやっちゃっただけでは、なかなか厳しい時代になってきているっていうのをね、もう痛感してるんですね。で、もう行動あるのみだったりとか、まあ、もうマインドを強く持つとか、そういうところがすごく大事になってきてて、さっきから言っているように、私が自分で動けない時期があったり、そういうことがあったのでですね、もちろん動画の作り方、写真の撮り方、キャンバでね、こう綺麗な見栄えの、なんか例えばバナー作るとか、そういうことをお教えするんですけれども、それ以上にですね、私の動けなかった時の気持ち、これ動けない人の気持ちが分かる、そこをね、ビシバシとね、優しくビシバシって感じで、やっていくのが私の使命だって感じてるんです。だからね、ちょっとやりたいんだけど動けないって思っている方、ぜひ私、なんかご相談いただければなって、そういう気持ちでおります。そういうことで、若葉さんも動けない時期があった人だからこそ、動けないこともね、理解して、ビシバシと優しく教えてくれる。そう、ビシバシと優しく。ぜひお問い合わせしてみてください。よろはい、しくお願いします。以上です。川さん、今日はありがとうございました。先生、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございます。失礼します。失礼します。